バス線行ったらお化け物がいました。ダン、久しぶりに来ました。来ました、マグスミノエ。どうしましたというのもです、ちょっとある方と待ち合わせをしておりまして、また、またです、このパターンよくあります。今回は、徳さんともゆかりのある、おそらく知ってると思います。提供関係者絶対知ってると思いますね。嘘でしょ。いや、しべ、え、和歌山ちゃん、え、田林くんじゃん。違います、田林さんじゃないです。違う。そこで待ち受けているものは、あのボディはあのしべんボディです。すげえでかくない？あ、でかくない？でけえ。これ生で見るの、え、誰、え、しべん和歌山、うわ、阪神にも行ってます。嘘でしょ。嘘じゃない。え、智弁から阪神、肩かけないで来ますよ。そうだよね。あれ、スイクエコ、俺らの同級生だったあの岡崎くん、あ、キャッチャーの。惜しい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 。嘘、惜しい、いい線いってる。え、背中やばい、背中分厚っ。うん、あー、こんにちは。やっぱり、こんにちは。初めまして。こんにちは。こんにちは。初めまして。初めまして。はい。中学時代は前健と、高校全日本ではマー君とバッテリーを組み、4番キャッチャーだった男。けれども、島と呼ばれる消えた天才。いや、アホ言うなと、今や健在。そら橋本さんの打撃は超全開。いや、あえて光栄。元阪神の橋本亮平。大逆転試合の時に4番打ってたぞ。あ、マジっすか、はい、あ、嫌いだ。いやいやいや、そうですね、今日そうですね、お父さんです。確かにあの試合でだいぶ名前を売らせてもらいました、はい、改めて、うん、智弁和歌山から阪神タイガースで活躍された橋本さんに今回一緒に野球やろうということで来ていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。すげえ体格してますね。阪神戦球やってましたよね。今でも、あ、マジっすか。ボンバーマンベースボールチーム、はい、大阪ボンバーマンのチームで今、はい、大阪でウィブいたしますウィブいましたはい、スプタカさんの、あ、はい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 、うん、酔っ払いながらめっちゃ喋ったんですよ。恥ずかしいやつ。恥ずかしいあれ、これどっかで言うのかな。ただ、阪神高瀬やったほしいですから、はいはいはい、声かけさせてもらって、うん、一緒にバッターバス行きましょう。そうですね。無差別がすごくない、いつも。元プロの人にバス線で勝ち打ってもらって初めて企画としては。ああ、あんまないですね。あんまない。やば。入ってるな。確かに。ああ、いった。ああ、いった。あれ、角度高いように見えてるけど、多分ね、打球速度速いから、打球速度速いから、打球速度速いから、絶対守りたくない、エグすぎる。すごいね、カーティの使い方ちょっと勉強になるわ。これ、今、橋本さん打って、あれ、色削れたんですか。一瞬で、橋本さん打って、もうわもうわもう意味わかんないですよ、走りでやっぱり、おー、やっぱ見る。すごいね、待ってる、でも止まる、最後は一緒だ。同級生の前剣はまだ頑張ってますから強いね、スイングが。これは左中間もぶち込むわ。ボールがかわいそう。気持ちいい。うわ、いった。あ、八の下もマジでした。そんなことないですよね。やっぱりブランクですね。いやいや、でも十分。どういうことを考えて打ってるんですか。い
やでもそれこそ入る前はいろんな高いとこ意識したりするんですけど、やっぱ悪い時はやっぱ打席の中でも考えてますね。あー、なるほど。もうここ入ったらその意識してること全部ここで、ね、無意識でボールに対してことができれば一番打てる時がそういう結果繋がってるかなっていう。あんまり考えすぎる時ってあんまり整理して入ってるっていうのがいい。なるほど、はい、かなと思いますよね。やっぱそうだよな、はい、シンプルで、はい、結構満振りな感じですか。そうですね、振り対で僕同級生でプレースタイルとか柳田選手とか、ああそっか、すごい好きなプレースタイルなんで、はい、まあまあああいう憧れはありますけど、現役時代から結構もう作ろうっていうのあったんですか、はい、8割とかじゃなくて、ああもうクソ振りたいっていう願望はありましたけど、やっぱりプロのピッチャーね、はい、振らせてくれないっていう、やっぱそういうのがあるので、振れた時はねやっぱりいい結果だったんでしょうけど。ハイパチ先生のバッティング見てます。ああもう見たい、先生、ぜひ見たいです。そうですね。はい、意識がやっぱ意識が。YouTube 見てるやつですね。YouTube が見るんですね。いやめちゃめちゃ見てますよ。ありがとう。特に徳さん TV は、うん、すごい見させてもらいます。あ、そうですか。じゃあ見してくださいよ。いやですよ。今日弾丸レフトが打ってますからね。自分でも関係ない。あ、行きます。智弁和歌山 VS 朝霞見せないですよね。いやいや、さっき言ったでしょ。おおおおセンターフライ、めちゃくちゃ詰まってる。おおいい、いいっすか。いいっすね。いいっすか。これすごいっすよ。ちょっとすごいっす。おおめちゃくちゃいいぞ。そんな強く振ったの見たことないな。なんか触発されるタイプね。誰かがすごいと引っ張られるタイプね。朝3年ぐらい軟式野球、軟式10年ぐらいですかもしれない。うわ、あれ見たことないな。自分で見たことない、全然見たことない。すごい明らかに振り遅れてた。明らかに下半身が締め上げている。うわーチャーズ、うわーチャーズ、鬼刺されている。ふふふ、思い切るっていうことですね。体を動かしていこうっていう。躍動感っていいっすね。躍動感。さあ、あと8球もありますよ。8球も。うわーはい、軟式の先輩として、あっと先輩として、あっとやっぱ見せていかないと、軟式の先輩として。うわー来た、今のはいい、いいですね、今のはいい。さあ、うわー、どうしました、締め上げてる、漏れてますよ。いやー、3543のゲッツーです。あ、ラスト行けましたね。ありがとうございます。どうしました最後、今何があったんですか。どうしました。耐えられない。すごい打った。もう空振りが耐えられない。これが練習なんですよね。橋本選手が非常にいい評価をいただいてます。最初見た時びっくりしましたね。やばい、でもだんだん右肩下がり。しっかり分析もしてるんですよ。急激に。いいですね。まあ、でも最初の、ね、印象大事ですから。確かに。打つなこいつって。確かに。ちょっと稲崎明さんの考えますよ。確かに。実際動画上はもういいとこで切ってますから。やばいですよ。後日橋本さんとキャッチボールしてみました。帝京と智弁の戦いの秘話も聞いてます。アッパレショップ、間もなく新商品出まーす。おしゃれ迷彩ロゴパーカーにグランドで映えまくるキャップ、もう派手派手だ。3月上旬発売予定です。